アレキサンダー大王がギリシア帝国を建てた後にあった出来事です。年を取る前に自分の肖像画を残しておきたいと思っていたアレキサンダー大王は有名な画家たちを呼んで肖像画を描かせました。王の肖像画を描こうと集まった画家たちは皆困惑した様子でした。王の右の顔には醜い刀傷があったからです。画家たちは丹精込めて王の肖像画を描きましたが、どの作品もアレキサンダー大王を満足させることはできませんでした。顔に残っている醜い刀傷をそのまま描き、王の顔を恐ろしくて残忍な印象にしてしまったからです。その時、アレキサンダー大王を尊敬するある画家がやってきました。私に王様の肖像画を描かせていただけませんでしょうか。画家はアレキサンダー大王に椅子に座って頬杖をついてくれるよう頼みました。そして自然に指で傷跡を隠すようにしたところ、その絵には名誉と威厳に満ちた王の姿が描かれました。自分の肖像画を見たアレキサンダー大王は、はっはっはっ、この画家に褒美を与えよ、大いに満足しながらその画家に多くの褒美を与えました。巨大なギリシア帝国を建設したアレキサンダー大王にも人に知られたくない傷がありました。その姿を浮き彫りにした多くの画家たちには失望感を示しましたが、自然に傷跡を隠しながらアレキサンダー大王の凛々しい姿を浮き彫りにした画家には多くの褒美を与えたのでした。アレキサンダー大王の顔にあった傷跡のように、誰にでも欠けている部分、人に知られたくないことがあると思います。私たちはそれを浮き彫りにして指摘するよりは、むしろその人の長所を取り上げ褒めてあげるようにしてはどうでしょうか。真心のこもった愛情と努力さえあれば、相手の過ちや欠点までもかばってあげられます。広い海を浄化するのはたった 3% の塩であるように、私たちの小さな実践が兄弟姉妹の過ちもかばってあげられる海のような広くて美しい心を抱かせます。